かわいい着物チャンネルです。今日はふくらすずめをご紹介したいと思います。こちらは皇室でもよく使われている帯結びになってます。正統派の結び方なので一つ覚えておいてください。それでは始めたいと思います。はい、こちら、帯だけですね、締めてる状態で始めたいと思います。今日は三重仮ひもは使いませんので、これから始めます。手を取ります。はい、そうしましたら柄の見えてるところですね。でこちら、三つ山ひだ取ります。そしてゴムですね、ゴムでここを結んでおきます。はい、そしたらこれをここで肩のところにですね、ピンチで留めておいてください。はい、次タレを取ります。タレもこちら同じぐらいの高さに合わせて三つ山ひだを折ります。はい、こちらも同じ、ここでゴムで留めておいてください。はい、こちらもピンチで預けておいてください。そうしましたら次ですね、ここに枕を当てていきたいと思います。枕に帯揚げをかけていきます。はい、そしたらここですね、このゴムの上のあたり、ぐっと上に持ち上げて前で仮結びをしておきます。はい、そうしましたら次ですね、このピンチは外しておいて、次この紐ですね、紐を取って、こちら箱ひだを作ります。箱ひだはですね、この真ん中細めに取ってこうですね、少しこちらから帯が出てる感じ見えますか？こっち、こういうこっちからとこっちから少し帯が出て、ここ真ん中綺麗に四角くしてください。ここに紐を下から通します。通したらこれですね、次この羽ちょっと横にしておきますね。横にしてこの上から見えませんね、この上羽のこの横からグッと通して、こうですね、分かった。はい、これで前でしまっ、結んでおきます。はい、今ここに箱ひだができてますね。このようになりました。はい、そうしましたら次帯締めを持って、こちらこの下を通します。はい、下を通してここですね、下、お太鼓するみたいにこうクッとここら辺から中に折り上げて、この下ですね、だいたいここ、指1本ぐらいですね、見えるようにして、はい、これで前で仮結びします。はい、そうしましたら整えていきたいと思います。この羽を少し広げてあげて、こんな感じですね、ピッと上に立ってるのではなく横に少し広げる感じです。
いかがでしょうか。とても上品な仕上がりになったかと思います。皆さんもぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そうしましたら次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。